等身大ヒーローは特撮やアニメなどにおいて巨大化せずに戦うキャラクターを指す。一般的な特撮で用いられる着ぐるみの身長は2メートル強程度であり、ゴジラシリーズやウルトラシリーズのような怪獣ものや巨大ヒーローものでは着ぐるみの身長と劇中の設定における身長は一致しない。これに対し仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズのように 巨大化していない状態であれば、着ぐるみの身長劇中の身長であるため、それこそが、等身大ヒーローと呼ばれるゆえになっている。等身大ヒーローものの場合、ミニチュアセットを組む必要がないため、巨大ヒーローものより若干経費を抑えることができる。CG の普及などにより、両者の区分は曖昧になってきているものの、巨大ヒーローが、光線技を多用することに対し、等身大ヒーローは、 肉弾戦を行うことが多い。光線技や爆発などの特殊効果をごっこ遊びで再現するには想像力が必要になるのに対し、パンチキックといった技はそのまま再現できるため子供が真似をしやすい。媒体で分類すると、等身大ヒーローものや巨大ヒーローものは特撮、巨大ロボットもの、魔女っ子ものなどはアニメという図式になっている。ただし、 スーパー戦隊シリーズや超星神グランセーザーなどは等身大ヒーローでありながら巨大ロボ戦が存在している。本来的には男子児童の支持を得るが1980年代後半頃から成人を含めた女性からの支持が増えてきている。日本の場合、原点には時代劇ヒーローがいる。特に正体を隠している点でクラマテングが挙げられる。前述の通り、 経費がかからないため、テレビが開局して間もない時代から、月光仮面などテレビ番組でも活躍していた。開局した当時は、日本のオリジナルテレビ番組が少ないため、海外からの輸入番組が主流を占めていた。児童は、ローハイドや、コンバット、など、保安官など西部劇のヒーローや、戦争ののヒーローに憧れ、彼らのガンアクションを真似していた。その影響は、 テレビ漫画にも及んでおり、月光仮面や鉄人28号の金田翔太郎など少年探偵もの,の主人公は拳銃を持っており、発砲も行っていた。この時代はピストルやライフルが正義のシンボルであった。1954年のゴジラ以降、児童の関心は巨大な怪獣に集まったが、経費と時間の関係で、その活躍は映画に止まっていた。 1965年のウルトラ級で怪獣がテレビのレギュラー番組に登場し怪獣ブームが起きる。続く1966年にはマグマ大使ウルトラマンで番組がカラー化し第一次怪獣ブームはピークを迎えた。その後怪獣ブームは下火になり妖怪ブームスポコンブームが起こる。これは未来はバラ色と言われた。 科学万能主義の終焉と同じ時期である。スポコンブームでは主人公やライバルは超人的な能力を示したが、あくまでも特訓した人間であり、その超人性には限りがあった。1971年の1月にスペクトルマン、4月に帰ってきたウルトラマンと仮面ライダーが始まり、当初は第二次怪獣ブームと呼ばれたが、すぐに 変身ブームに改められた。巨大ヒーローは継続して、制作、放送されておらず、空白期間も長いが、等身大ヒーローは、仮面ライダー以降、ほとんど空白期間を置かずに継続して、制作、放送されている。ありがとうございます。